こんにちは、いわき歯科医院長岩木正明です。先日 YouTube 経由でこういう質問をいただきましたので、今日はそれについてお話したいと思います。質問といいますのは、埋めたインプラントが歯槽膿漏になってしまった場合、またそれを抜いて一から埋め直すんですか、という質問でした。今回の動画ではインプラントが歯槽膿漏になった時の対処法についても含めてお話したいと思います。インプラントというのは、通常チタンのインプラントを埋めて上にセラミックのかぶせ物をするというのが一般的ですので、両方人工物ですから虫歯菌には侵されないので虫歯にはなりません。ただ歯槽膿漏というのは、歯があったらその周りの歯肉が汚れがついていると炎症が起きて、炎症が続くとだんだん歯肉が腫れて、腫れてる状態が続くとその中の骨がじわじわと減っていっちゃう、緩んじゃう病気ですね。ですからこれはインプラントであっても歯であっても両方起こりうることですね。歯周病というのは怖い病気で、成人の8割以上がかかっているという国民的な成人病となります。一般に歯周病は歯周ポケットというものを衛生士さんなんかが測ってですね、そのポケットが2ミリぐらいだとまあ健康の範囲、4ミリぐらいだと要注意、6ミリ超えるとその歯は抜いてもいいですよというふうな指針になっています。同様にインプラントの方も、インプラントは長さがいろいろありますから、その何ミリでどうっていうことはないんですけども、やっぱり2ミリとか3ミリ以上歯周ポケットができてくると、お掃除が非常にしづらくなってしまいますので、歯周病にならないようなコントロールが必要になってきます。インプラントが歯周病になった時の対処法、その1ですね。歯周病は軽度の場合は、天然の歯だと歯肉炎と呼ばれる状態なのですが、軽度の状態なのでインプラントの周りをきれいにお掃除をして、これは衛生士さんがするんですけども、きれいに専用の器具でお掃除をして、あまりプラーク、歯垢がつかないような歯磨きの仕方をもう一度練習してですね、プラークコントロールすることによって進行を抑えたり、多少回復するような方向に持っていけると思います。インプラントが歯槽膿漏になった場合の対処法、その2ですね。これは中等度の場合ですね。歯肉とインプラントの間にある不良肉毛と言われる充血した良くない歯肉の部分を切り取って健康な歯肉に戻すような手術が必要になる場合があります。これはそう痛みを伴いませんのでご心配なく。インプラントが歯槽膿漏になった場合の対処法、その3、これは重度の場合ですね。これはケースはなかなか少ないんですけども、例えば定期的に3ヶ月おきに歯医者さんでメンテナンスをしてもらわなかったとか、インプラントを入れて1年も2年も3年も放っておいたなんていう方に起こりやすい症状です。これは周りの歯肉がかなり腫れてですね、それが持続して、その挙句にインプラントの周りの骨をだんだん溶かしてですね、溶かしても歯肉は上にありますから、このポケットが非常に深くて広くなってるんですね。食事をするとインプラントと歯肉の間に汚れがいっぱい入るけども、歯ブラシの毛先はそんなそこまで届かないと。そうするとだんだん炎症が大きく大きく深くなっていきますから、そういう時は中等度にあったような不良肉毛を取るだけでなくて、減った骨が回復するような骨の再生手術をする場合もあります。これでうまく周りの骨が再生すれば、またこのインプラントは長く安定して使えますけども、なかなかその量によっては再生する量の幅っていうのはありますから、歯槽膿漏でインプラントが揺れたりしている場合とか、かなり減りすぎた場合は逆に取って、少し骨を作ってですね、再度新たにインプラントを埋めてしまった方が期間的にも、手術の内容的にも楽な場合もあります。この辺は CT を取ったり担当の歯医者さんが判断して進めるものですので、担当の歯医者さんと相談してみてください。インプラントもご自分の歯と同様、インプラントが完成した時に生えたと思って、その生えた歯を一生使えるようにするのか、数年でダメにするのかっていうのは、やっぱりその患者さん自身の日々のコントロールと、あとは歯科医院でのメンテナンスにかかってきますので、そこはもう大きな2つに分かれていきますからね、分かれ道ですから、やはり費用のかかるインプラントを治療した方は日々のメンテナンスと歯医者さんでのメンテナンスも含めて管理をしていかないともったいないですね。例えば6歳で生える第一第九歯を中学1年生で抜いちゃうなんていう子もいますけども、その歯を大事に100歳を超えるまで使われる方もいますので、やはり環境と日々のメンテナンスがすごく大事です。最後に、インプラントは
治療して最後の本番が入った時でおしまいではなく、そこからがスタートだっていうことを頭に入れてインプラント治療に向かってください。いわき歯科チャンネルの動画の中ではやっぱりオーロン4がどうしても目につくようですね。今日も YouTube の動画を見ていわき歯科でオーロンをしたいという方がいらっしゃいました。やはりこれで人の役に立ってるかなと思って一安心しています。結構動画を撮るのも今日も診療後なんですけども、体力的にも結構ハードですけども、喜んでもらえる人が一人でもいるうちは頑張って続けたいと思います。このチャンネルに気に入った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いわき歯科院長岩木正明でした。